こんにちは。ハッピーインクアイドルのピンクのゆうじです。普段ですね、ハッピーインクなものやハッピーインクなことにしか目がいかなかった僕ですけども、世の中にはですね、小さなハッピーインクがたくさんあると思うので、ハッピーインクを見つける散歩をしたいと思います。東松島のキャラクター小野くんと一緒に散歩したいと思います。それでは行きましょう。見つけました。ハッピーインク見えますか？階段の手すりです。はい、この手すりもですね、お年寄りの方とか小さいお子様とか、あと普段僕もブーツ履いてて結構階段怖いので、手すりを掴んで、安全に階段を登ったりしています。ハッピーインク1つ目見つけました。ハッピーインク2個目。はい、これはですね、目の不自由な方が階段ありますよって、教えてくれてるものです。これも大事なハッピーインクだと思います。ハッピーインク2つ目。ハッピーインク3つ目。落ち葉です。落ち葉もですね、なんでハッピーインクだと思うかもしれないけども、これから新しい季節が始まりますよっていうのを教えてくれてると思うので、これもハッピーインクだと思います。ハッピーインク3つ目。ハッピーインク4つ目。海の都仙台っていうだけあって、本当にすっごく緑が綺麗で、たくさんパワーをもらえます。もうパワースポットですよ、ここ。はい、なのでハッピーインク4つ目。小野くんは楽しい？ワクワクしてる？いっぱいね、ハッピーインクあるからね、一緒に楽しもうね、一緒に見つけようね。ありました、ハッピーインク。はい、石です。石もですね、使い道はたくさんあります。例えばこう、漬物の上に蓋をする重りに使ったりとか。これもよく子供の頃クレヨンで絵とか描いて遊んだりしてました。使い方によってはたくさんハッピーインクになると思います。ハッピーインク5個目。ハッピーインク6目見つけました。はい、マンホールもですね、蓋がいろいろあるんですよ。はい、それを見てるだけでも場所とかによって全然違うと思うので、それを見てるだけでも結構楽しめると思います。ハッピーインク6個目ありました。ハッピーインク7個目。はい、タイヤです。なんでタイヤをやるのかわからないんですけども、これも昔野球部の人とかですね、多分昭和なのかな、タイヤにロープをつけてダッシュとかして下半身を鍛えたりしてたと思います。タイヤにもいろんな使い道があるので、これもハッピー6個目。ありました。ハッピー7個目。はい、これは工事現場のバリケードですかね。はい、仙台のキャラクター結びまりです。結構ね、キティちゃんとかあったりとか、いろんなキャラクターあるので、これを見てるだけでも結構楽しめると思います。ハッピーインク7個目。ハピンク8枚。はい、あんまり顔とか映しちゃまずいかなと思うんですけど、今公園を工事されています。はい、工事現場の作業している方のおかげで公園が綺麗になると思うので、感謝の気持ちも込めてハッピーク8個目だね。はい、ハッピーク8個目かな。じゃん、木の下今影になってます。はい、夏の暑い時とかここに来ると少しは涼しくなるので、これもハッピークだと思います。はい、ハッピーク8個目。ハッピー9個目。はい、見えました、タンポポですかね。はい、この緑の中にも黄色がすごいアクセントありますし、本当にほっこりします。ピンクですけど黄色も結構好きなので、はい、ここでもたくさんパワー今もらいました。ハッピー9個目。こんにちは。おめでとうございます。ありがとうございます。祝福です。ありがとうございます。今サプライズですけど、はい、公園にいればこんないいこともあります。なんか今いただいてしまいました。ありがとうございます。サプライズでハッピーク僕がもらいました。ハッピーク10個目。はい、今日も10個見つけました。こんな時だからこそ、ですね、大変な思いとか、まあ、辛い思いしてる人いると思うんですけども、世の中には小さなハッピークが本当にたくさんあると思うので、ハッピークを見つけて、もっともっと楽しい人生を過ごしていただけたらハッピークだと思います。はい、ありがとうございました。